安定の1時間寝坊で。すごいねこれ。こんなに切り替えたらこういうことですね。これマジのマリオ。おはようございます。2日目の朝です。素晴らしい目覚めですねこれ。おはようございます。朝です。京都の朝は素晴らしい。この紅葉見てくださいこれ。ね、あそこで今からご飯を食べに行ってきます。わあすごいなこれ。素晴らしい。レストランのすぐ横に川ともみじ、外でもみじを見ながら食べるっていう、素晴らしい。綺麗だね。朝から温泉プールでございます。あったけえ。この眺め、これよ、すごいね。贅沢だね。2日目の一発目は金閣寺に行きます。足利義満三大将軍です。金閣寺、修学旅行ぶりだね。金閣寺、うわーいいね。見てこれ、きれい。マジこのシーズンのね、京都最強だな。金閣寺すごいな。お抹茶。はい。腹ごしらえいいですね。すき焼きを食べたいと思います。ここはね、八坂神社の近くかな。どこに行ってもね、この趣深い場所ばっかでね、素晴らしいな京都って。ここでご飯を食べたら別格南禅寺と永観堂、ね、これ視聴者の方に教えていただいたんですけど、永観堂を見に行きたいと思います。で、昨日はね、嵐山の方結構行ったんで、今日そこ攻めます。で、最後ちょっと街に繰り出すっていう意味で祇園かなあたり行こうかなと思います。はい、南禅寺に来ました。すげえな、南禅寺でかい。すごいなこれ。すごいです、南禅寺。うわ、俺南禅寺結構一番好きかも。ここが南禅寺調べた時に行きたかった。これ何なの、これ鉄道橋かな。なんかね、この感じがすごい趣深いな。こんな感じね。いいね、この川のせせらぎ。夜は大阪の2日目の宿はこちらです。と同じホテルの違う部屋です。ちょっとねこのホテル気に入りすぎちゃって、本当は違うとこ泊まる予定だったんだけども2泊しました。すごい、庭がありますね。庭があってここに半露天風呂的なね、すごいな。ベッドここでベッドからワン、ツー、3分のお風呂だね。すごいね。おしゃれだね、111全部が。すごいな、これ。僕、京都、おすすめです。多分これからすげえ人気になると思います。できたばっかりの白いの。サイゼリアの間違い探し、これクソ難しい。みんなここから10個間違い探ししてください。マジで見つけられない。7個までいった。これから USJ です。 USJ 行く前にサイゼリアうまい。おかしいよこれは。無理やよこんなの。うわー怖っ。やばい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 。バカやん。うわっ怖え。うわやばいやばいやばい。新しくできたマリオワールドすごいね。これマジのマリオ。結構テンション上がるよこれ。すごいね。はい、今日はですね3日目なんですけど、3日目は午前中ちょっとホテルを堪能して、そのまま、大阪、ユニバーサル・スタジオ行って今帰りです。新大阪。今回のね京都旅はめちゃくちゃ癒された。あのねホテルすごかった。プラスユニバーサル・スタジオにねめちゃくちゃ久しぶりに本当行ったんですけど、昔はなんか遊園地とか楽しいとか思えなかったんですけど、今回すげえ楽しめましたね。ただ絶叫は乗れないんで、あのダイナソーだっけ、あれ見た時ね、あんな気絶するぞあんなのスパイダーマンでキャパの8割ぐらいだったの。その後ミニオン乗ったの。ミニオンねちっちゃい子すげえ乗ってたから舐めてたら、スパイダーマンのね2倍ぐらいすごかった。そしてラスト「ハリー・ポッター」。ハリー・ポッターはね、まあ、緩いアトラクションだって聞いてたんで行ったらね一番やばかった。ハリー・ポッター俺のキャパのね 1.5 倍ぐらいいったって感じで、2泊3日しっかり楽しんで息抜きしたんで、また現実に戻りたいと思います。東京は稼ぐ場所、筋肉をつける場所ってことで、これにてね2泊3日京都旅完結。じゃあバイ。